お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエリポンゴレやっていきたいなと思います。今ねこう世界上位マジでウォールブレイカーとか、まあ、クロスとか、まあ、ロイジャイとかね、もうほんと世界トップはやっぱ高回転でこう埋め尽くされてるんですけども、そんな中ねこのエリクサーポンププラスのゴーレムデッキが世界今16位か19位に、6期どっちか覚えてなかったんですけど、まあいたんですよね。まあそういうわけでちょっとね、このエリポン使いの僕がね、エリポンゴレやっていければなと思います。30種デッキでね、もうエリポン置きまくる、貯めまくる技術はね、学んだのでね、さあ、まあ、やっていくんですけど、まあ簡単にシステム的なのね、お話しすると、まあ、ファイボ枯渇、ファイボ枯渇、ポイズン枯渇、ライトニング枯渇、まあ、スペル枯渇っていうのが、これデッキに入ってて、エリポンとスケドラとライドラですね。はい、この3つで、まあ、どっかが生きてくるよねというようなシステムです。エリポン置きます。で、相手がそのエリポンに、まあ、ファイボとか、使ったら、ゴレの後ろのスケドラ次止まんなくねっていうようなお話でございます。まあ、逆もありますね。ゴレスケドラ組んで、そこに相手が、まあ、ファイボとか、使ったらエリポン残るよと、そんな感じで、ね、思ってもらえればいいかなと思います。さあ、ここはちょっとね、早めにキング起動しちゃって、これはね、流行りの迫撃ロイホグのデリバリーの枠がムートになった方だと思います。で、クエイクゴスペルあるので、今回は、エリポンは置かないようにね、戦います。その代わりまじ、相手ね、スケドラもライドラも絶対きついんですよ。しかも、ダークプリもいるんでね。これ多分ね、ゴレスケドラ、組むだけで勝てるんじゃないか説があるぐらい、神相性なんじゃないでしょうか。マジで最近ね、このデリバリーがムートになるっていう、そこ変わるっていうようなね、はい、ちょっと、変化なんですけども。いやーこれ、ダークプリ頑張ってくれるかな。いや、なんかダークプリ負けそうだな。さあ、早めに止めちゃいます。マジ、ロイフグ、多分これ、スケドラ取るんで、ほぼ完封できます。さあ、ロイフグ、来る。で、下げます。オッケーオッケー。いや、マジで、今回って、ハンターとヤリゴブかな、体育の奥なので、ライドラに当ててくる、とか、スケドラにね、当ててくる、ハンターをトルネでね、ピッて剥がしてしまえば、多分ね、負けることはない。さあ、で、ここもうね、ケツゴレしちゃおう。高めでよかったかな、これもしかして。まあ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 。このムートぐらいはね、受けましょう。で、スケドラはやっぱゴレのね、後衛につけたいので、ちょっとダックプリだけで抑えて、いやもうこれフルカウンターっすよ。マジで、ライドラスケドラで、まあ防衛迫撃が厄介っちゃ厄介なんですけど、相手回ってない説あるっすよね。さあ、からの、スケドラを置いてね、多分ハンターが来るんですよ。ハンターだけ、剥がしてしまえば、もう、相手ね、もう絶望です。ここです。ハンターが絶対来る。うわ、ハンターの位置うまいや、でも、マジ、ハンターいなくなったら、このね、ドラゴン相手、処理できないんですよ。そう。オッケーオッケーオッケー。で、僕は、一応、負け筋を考えて、ここでケツゴレではなくて、ユニットからね、ゴレの流れを作れば、オッケーオッケーオッケー。まあ、ダックプリいたからよかったのかな。さあ。これまあもう一回ケツゴレでいいんじゃないでしょうか。で、もう、あとはブッパするだけ。さあ、ここをね、耐えられるかどうかにも関わってきそうですけど。逆サイロイグきますね。でもこれ耐えられます。耐えられる。いや、からの？いや、耐えろよ。耐えろよ。で、ムートで止まりそうだな。いや、止まる。いや、いいよ。からの？さあ、ライドロー、ダックプリー。もうね、ハンターだけ。ハンターだけなんでね、僕がこう、負ける手段はというか、負ける可能性があるわ。これマジで、いやー、もう一個付け足しちゃう？もう一個付け足して、ハンター出してみーや。出してみーや。もうトルネで、さよなら、オッケー。いや、これがしたかっただけですね。これをすると、相手はね、この、スケドラとライドラが止まらないので、まあ、勝てますよと。まあ、これは神相性だと思いますね。オッケーオッケー。これが、もし相手のスペルが、ファイボだった場合は、スケドラにね、ファイボっぽいって打たれちゃうので、エリクサーポンプを置いて、エリクサーポンプにファイボを打たすと、スケドラだったり、まあ、ファイボだったね、もともとライドラが生きるよというようなね、感じの、まあ、中型スペルを枯渇させていくゴレデッキです。はい。まあ、なので、こう、相手に、
エリクサポンプを壊すカードがなかった場合は、もうね、エリポン置きまくって、エリアドゲーなんでね、そう、貯めて、最後にね、ブッパがいいんじゃないかなと思います。さあ、ゴゴティさんですね。この人は、ファルチェバルーンの、なんかまあ、いろいろ、ぶっつめ、いろいろなんか入ってるってイメージがありますね。ここ、タルでよかったな。タルで受けてエリポン置けばよかった。で、バルーンだと思います。そう、バルーンで、なんかバルキリーとかいたっけなーなんて思いながらも、ちょっとエリポン低めに置いちゃおう。さあ。で、これもキング起動をさせてもろって、よし、さあ。一発は受けよう。で、多分、ディガーザップ編成なので、オッケーオッケー、すべてがいきます。ライドラもスケドラも、エリポンもいきます。まあ、その代わりファルチがいるので、あとイントラか。はいはいはい。防衛はね、気持ち硬いので、そこをどう突破していくかというような感じです。まあ、ですが、流れはもう完璧に今僕ですね。で、ここまあライドラで受けつつの、あのファルチね、攻め取るので引っ張りたいですね。じゃないと、防衛取るねでまとめられちゃうんですけど、ここで、あえてね、エリポン置きます。よしよしよし。で、ここでさ、トルネ使わせた、拾っていく。オッケーオッケーオッケー。僕はこのゴレは、まあ、捨てゴレみたいなもんですね。ああ、これ今、ザップで両方ね、リポンにダメージ与えられたの痛いっすよね。さあ、まあ、捨てゴレからの、まあ、タルぐらいでこれさ、耐えれそうじゃない？いや、いいタルからの、ダクプリ、なんか、めっちゃ頑張ってない？で、これ今、逆サイ来ても、スケドラでね、許容とかもできるので、やっぱこれ、エリクサーポンプがね、強すぎますね。さあ、これね、まあ、ライドラだけつけてあげればいいんじゃないかなっていう。ぶっちゃけ。ライドラと他いる？まあ、これは引っ張って、いや、いい。でも、ランバーとかいっちゃえば、で、エレキを倒すタルババ。オッケーオッケー、ファルチェやったし、これはもうね、一本降りましたからの、ここで、あと40秒か、40秒守るか。ちょっとね、そこそこに守るダクプリ。エリポン置いてもいいんですけど、まあ、行っちゃえばいいか。ここでも攻めちゃえば、相手もね、防衛しなきゃいけなくて、グッドゲームかなというわけでさ、やはり相手がね、やっぱトルネザップ、しか進めるかないので、ね、エリポンが生きると、こんな感じでね、削り切れる。マジ、エリポンです。エリポン全てですね。タワーが1個折られたとしても、なんなら2個折られたとしても、エリクサーポンプのエリアドがあれば、てか、エリクサーポンプさえ立っとけば、そっからね、大逆転とかもあるので、そう、最近すごいエリクサーポンプ見かけなかったんですけどもね。まあ、見かけなかったからこそ、こういうね、スペルないデッキとかもやっぱ結構いて、まあ、そんな中でね、はい、輝いていくのがエリポン。まあ、ライドラ、スケドラ。このなんか組み合わせもいいですよね。どっちか。どれかは生きるって。相手が5だったら、まあ、絶対にね、ライドラも行きますし、まあ、ライトニングだったらその時点で、まあ、スケドラも行きますし、まあ、そういったようなね、なんかうまくできてますよね、このゴレ。ね、作った人はすごいなと思いますね。なんか、結構前に、なんなら1年半ぐらい前、いや、1年半は盛りすぎか。1年ぐらい前に、若干流行った気もしないこともないですね。さあ、ヨダッチョさんですね。ヨダッチョさん。さあ、ダクプリメガゴ。この人、スパーキーだと思いますね。で、スパーキーだと、僕の、あと、ね、そう、ライトニングの、なんか、タル行き型なんですよね。そう、なので、まあ、ライトニング打たれるのがね、渋いよねっていう。まあ、これ、ライトのコスト、あんのかな？いや、あるんやん。やばい。ライトのコストがあると、結構、違う、シリが反応してきやがった。PC 横にね、置いてるんですけど。すいません。聞き取れませんでした。いやいやいや、話しかけてないんですよね、別に。さあ、まあでも今、相手ね、ライトニングを使ったので、ここのね、僕のエリクサーポンプはね、生きてくると思います。まあ、このエリポンを守れるかどうかというか、次ね、相手が絶対これ、ケツスパから、形組んで攻めてくると思うんですよ。いや、来ないのかな？どうなんだろう。そこを守れるかどうかにも変わってくると思うんですけど、さあ、ここで8枚ゴブジャイ来るかな？いや、一回来ない。
そう、これどうなんだろうな、先ゴレ展開しちゃおで、左来たらなんかもう無視でいいんじゃないかっていう、うん、いや無視はもったいないかな、どうなんだろう、いやほどほどに守るか、ほどほどに守って、いやこれ守る必要あった、俺左もねあの形を組んでます、でメガゴカハンターが来る、あマジか、なんかうまい、いやうますぎる、さすがに、あメガゴ厄介だな、いやあの雪玉ハンターバカうまくないですか、あれを僕はまあ読み、あれ待って、なんかいった、おいおいメロス馬、オラの馬、いやーこれはねやられましたね、あそこを僕はまあハンターかメガゴがね絶対来るので、まあ読みで取り直しなきゃいけなかった、まあライトニングっていうのがねなかなか突破が難かったですね、ハンターメガゴで、はい、まあそんなわけでちょっとね負けちゃったんですけど、このエリポンゴレねめちゃくちゃ勝率いいんですよ、そうあのマジェチョールブレーカーとか、あとはねなんかいろいろそう僕使ってるんですけど、そんな中でマジアチョールブレーカーでトロ下げて、ゴレエリポンでトロ上げて、マジアチョールブレーカーでトロ下げて、メガナイトロイフでトロ下げて、ゴレエリポンでトロ上がって、今ね無限に繰り返してるんですよ、そうだからマジで勝率強くてめちゃめちゃねおすすめです、そうね、ゴレもう今季はマジでゴレエリポンとラバルと、エリゴレのね3種の、重量級コンビで、重量級トリオか、はい、もうそれでねマルチ頑張ろうかなって、まあ、プラスマジアチャウ、いやーマジで高回転ね、お待って、来た来たマジかよこいつ、さっき58からなんかトロあげますみたいな、58から世界一行きますとか言って、まだそんな時間かってない、経ってないのに74行ってますよ、やばっ、抜かないで、さっき58いたよ君、さあ射抜いてくるな、麦ったん射抜き癖あるな、さあ神技かな、あーだからライドラー使っちゃうとあのなかなかね良くないのか、まあゴレライドラー組むだけで麦はちょっとしんどいんじゃないっていうのがありますね、さあこれねトルネとかあんま使いたくないよな、まあ使って一発も入らないなら、うおーい疑惑、これ多分対戦相手が麦じゃなかったら今の入ってなかったっすよ、麦だから入ってた説あるな、うん、まあ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 神技ですね、神技はなんなら相性悪くなそうだけどな、まあマジアチャがやだな、麦のマジアチャおかしいんすよあいつ、なんか湧きんすよねマジアチャってどっからどう見てもジジイじゃないですか、マジで現役、ね、バリバリですげえ活躍してくるんですよねあの子、いやーあれやだな、これ分かってたら逆サイランバラムとかもないこともないのかな、どうなんだろう、どうさ行くんだな、ああトゲ変わる、うん、いやからのか、ここでコストとかユニット使わせてからのランバーラム行きたいよっていう、そういうこと？そういうことじゃないの？違うの？いやー来るっすよねそりゃ、まあこれはもう受けます、受けるしかないっす、フィジカルで受けて、フィジカルで受けて、俺これ防衛ファイブを使わないと守れなくない？って思うんですけども、余裕で守ってくるのがこの麦ったんくん、よしさあ、まあここで溶かしてしまえば、ふっ、おっ、いやでかいからの、いやライドラあれば耐えれるとかないかな、これさあ麦ったん、これだってマジアチ射抜けないよこの角度、いやワンチャンあるな、え待って流れはバカい、待って勝ったっすよこれ多分、麦ったんどんまい多分、いやそのねマジアチャがうますぎるんだわ今ね、見ましたみんな本当に、ありえないありえない、
ああうますぎだろ、ふざけんなよマジで。意味わかんねえもん今の。いやーで終わったな。ここスラムかマジアチャか。あーですよね。延命してくる。うん、いや耐えてる。いやワンチャンけどな。あーやばい、走るな走るな、言うの。歩け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 、お散歩して。いやワンチャンあるんだよなマジで。ライドラがさ、ライドラをラムファイボで飛ばしてきそうなんだよなこれマジで。いやでもこうなったら終わりだよなマジ。いやこれはもう犬、そうラムファイボが絶対来るんですよ。そうオッケー。いや分かってる分かってる分かってる。耐えろ耐えろ耐えろ、おんバカバカ。なんであれさ普通耐えてくれるくない、もうちょっと。おでもうーん、いや惜しいんだよな。なんかワンチャンすごいありそう、すごいありそうなんだよな。射抜くか、射抜いてこない。いやすごいありそうなんだけどな。待って、いやーファイブ、んん、いや事故んねえか。いやすごいありそうなんだけどな。あ、待って、あーえこれ絶対あれやで、俺のラムだったら通んねえで。まあいいや、サムネに使えたし。いやマジか、いや勝つぞって言うのはなんかね、なんか疑惑でしたよね。まあそういうわけでね、ちょっと麦ったんに負けたんすけど、このゴレ麦ったんにギリギリ勝てそうなゴレなんで、ぜひね皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。